時代とともに自動車を取り巻く環境やニーズは日々進化し続け、グローバル化が進んだ今日においては、自動車部品には高い品質要件と機能性が最高水準で求められています。豊かグループのトルクコンバータを紹介します。豊か技研では小型車用から大型トラック用、そして ATV 用のトルクコンバータまで幅広く製造しています。トルクコンバータを軽く軽量化することで、多段ミッションを搭載するスペースが生まれ、ドライバビリティと燃費が大幅に向上します。豊か技研の素形技術、ロー付け接合技術を駆使し、多種多様な車の条件に対応しています。少ないエネルギーで大きな駆動力を作る、自動車の環境性能の向上に豊か技研のトルクコンバータが貢献します。この度豊か技研ではシーズキャニング構造を採用したディーゼル車用触媒コンバータを開発量産いたしました。豊か技研のキャニング技術によって実現したシーズキャニング構造は、従来の構造に比べ部品点数が減り、コストダウンを可能としました。さらには従来の保持構造と比べて耐久性が向上しました。シーズキャニングは海外拠点の一つであるイギリス UIS で製造されています。日本で先行立ち上げを行わず、 UIS のみで直接生産の立ち上げが行われ、いわゆるマザーレスでの現地生産が開始となりました。これは世界同一品質を掲げる豊か技研のフレキシブル生産体制の賜物といえます。豊か技研では排気の熱エネルギーを活用した熱マネジメント製品も開発製造しています。高度なプレス加工および素形技術が排気一貫製品の開発生産を可能にし、その排気一貫製品で培った知識と技術を熱交換器の開発に役立てました。ヒートコレクターは排熱を効率よく LLC に電熱回収することにより、早期フューエルカット、アイドリングストップの促進による燃費向上、さらには陶器のヒーター性能向上、燃費悪化の抑制などの効果があります。豊か技研ではヒートコレクターの小型化に取り組み、小スペースで高効率の製品を作ることに成功しました。 EGR クーラーは排気の一部を吸気側に戻す通路の途中に装着され、高温の排気を冷やしながらエンジンに送る働きをします。 EGR クーラーを装着することで、ポンピングロス低減による燃費の改善、エンジン冷却損失の低減、エミッション低減などの効果があります。豊か技研では長年蓄積された高精度の成形シミュレーション技術により、最適な製品形状、製造方法を導き出し、量産金型設計へと反映されます。 CAE 開発技術は接合方法を最適化する場合にも用いられます。溶接ジグの設計にも 3D シミュレーションを行い、開発・生産スピードの向上に努めています。シミュレーションでは再現できない細やかな溶接に関しては、経験豊富な職人が最適な方法を導き出します。そして栃木開発センターでは最新の無響音質を備え、開発、テスト、生産を一貫して行える環境を整えています。世界の環境や市場は刻々と変化していきます。私たち豊か技研はお客様のニーズにお応えするため、これからも社員一丸となって、世界最高峰の開発力、技術力、
生産力に磨きをかけて進んでまいります。